野菜マイスターの勉強はまだ着々と、はいはい、もうその本はもっと熟読してるわけですよね。そうですね、パラパラっともうトイレ行く旅に持ってってね、なんかこれトイレに読んでるとなんかお通じもよ、うん、いいんですよ。ああ、野菜なのかな、あれかな野菜のおかげなのかなっていう、それ勘違いでしょ。そういうのもあるんで、ちょっと話がありますけど、はい、好きな色って何色なんですか。色はやっぱ僕紫。紫、あ、はい、紫の服多いですよね、はい、今日は今日茶色、茶色ですけど、はい、あのほら、好きな変なブランドあるじゃないですか。好きな変なブランドダメでしょそれ言った後に言いにくいそうですね。あの、あれ、どういうスケーターとかの、あれ、あれなんですか。スケーターとかだと思います。スケーターとかストリート、うん、まあ音楽ミュージシャンの人も来てたりとか、まあ、パンク系のミュージシャン来てたりとか。あれ紫多いですよね。あれ紫多いですね。そうですね、あと緑とか。あ、緑、はい、あ、緑のイメージもありますね。緑も好きですね。基本的に色好きですね、色が。そんな、なん大枠で、あ、カラフルなものが好き。カラフルな、白とか黒も、まあ、好きな、うん、好き、まあ、あれなんですけど、うん、無難ですけど、どっちかって言ったらその色がついてるっていう感じ。そう、派手なもの好きですよね。そうですね。守護色。え今日、後ろの壁と同じような。そうですね。ちょっとこれ、保護色危ないですね。保護色になっちゃってますけどね。じゃあね、あの、まあ、紫好きってことなんで、はい。あの、今日ね、はい。あの、野菜生活って知ってます？うん、もちろんだって。ああ、もうご存知。最近ではもうね、うん、スーパーなんか行くと、安売り、どこも、ね。ペットボトルのね。高橋さん、見えなくなっちゃった。このね、はい。これ4色あるんですよ。ありますね、はい、やっぱりよくご存知で、はい、で、これね、紫の中に18種類の野菜が、はい、18も入ってる。18の野菜と5つのフルーツが、あ、え、じゃあ全部23種類、ね、23種類。これやっぱり野菜マイスターとしては、はい、中に何が入ってるのかっていうのをね、はい、もう完璧に答えられるだろうと。はい、わかりますよ。だからそりゃそうですよ。どうでしょう、味もわかるわけですよね。だってその知識だけ知って勉強して、うん、あれやこの味なんだかわかんない、うん、そんなバカなことありえない。はい、やってください。はい、これ紫ですか。僕紫でも飲んだことないですね。うん、だって好きだって。色は好きですけど紫か。紫って言っちゃったんだから。紫ほら、あの、変なブランドの。いやいやいや、変なブランドって言っちゃダメでしょ。え、まずほら、見た目、紫っぽくないですね。ちょっとグレー、なんか茶色っぽいんですか。あ、まず匂って、匂い、匂いでわかるものですか。もう匂いで、うん、一種類当てます。おお、ぶどうというのか。あ、ぶどう、ぶどう、ありますよ。そうですね、巨峰的な。だフルーツじゃん、それ野菜から言ってくださいよ。匂いだと、フルーツは処理しちゃうから。あ、なるほど、なるほど、はい、あ、まずね、はいはい、リンゴ。おお、はい、おほほ、はい、以上。とりあえず匂いで分かるのはフルーツの2つなんで、あと21あります。21、全部21。はい、じゃあ一口。ああ、一口で1個ずついってください。はい、うん、おだ、ちょっとさっき振るの忘れちゃったんですけど、ちょっとそうですよね。すげえサラサラなんですよ、上が。おっさん飲みやすすぎるなと思ったんですよ。これで、あ、ちょっと冷やしといてもらっていいですか。やるならぬるいし、なんかさらさ、振らないし、ほら、冷えちゃうとなんか味が、まあ、まあ確かにそうなんですけど、かなと思って、だったら振ってくんなきゃ。やっぱ沈殿しちゃったまま下行っちゃってるんで、ここまでいかないと。これやっぱ振るもんですか。これは振らないとダメですね。よく沸騰飲みくださいのやつですよね、これ。あ、野菜果実の成分が沈殿することはありますが、はい、品質には問題ありません。だから売った方がいいじゃないですか。よく売ってからお飲み。そりゃそうです、よく売ってからお飲みくださいと書きますよ。ああ、そうなんだ。なんか来ました今。はい、レモン。おお、またフルーツ。お、レモン入ってますよ。はい、全然野菜の影が味を隠す。さすがですね。さすがですね、カモメさん。で、まだ3つですよ。今3つですね。野菜ですよね。野菜ジュース。野菜いきます。野菜いきましょう。紫ですから。うん。いや、紫ですからじゃなくて、その、
味ですよ。色、色ヒントやめてほしい。味といい、色といい、さつまいも。あー、これ紅芋みたいな感じです。真偽で紫です。ナス。あ、正解。はい。あ、この柑橘は、うんうんうん、みかん的なものって入れちゃってるんじゃないですか。うん、入れないですよね、それは。あれですよ。それ黄色の方なんじゃないですか。多分黄色だと思いますね。うん、おお、やっぱこれ人参ですね。あ、人参合ってますね。この深み、はいはい、そうですよね。人参入ってます。あとは人参はね、2つあるみたいですよ。高麗。もう探り探りやめてもらっていいですか。今日人参。あ、いやいやいや、紫人参。あー、当たり。結構あれ、そうするとあと、うん、あれじゃないですか、玉ねぎ的なさらっとしたのは確か入れ味しますね。なんて言うんだろう、紫色の玉ねぎってなんて言うんでしたっけ、名前。これのこと言ってんのかな。玉ねぎみたい。ビート。あ、そうです、ビート、ビート。いや、本当にビート、ビート、ビート。あ、ビート入ってますよ、ビート。そうそうそう、ビート入ってます。これ、今、うん、でやるとした時に、呼吸した時にほうれん草の匂いがしたんですけど。あ、入ってます。かっこいい。ちょっと今、本当にほうれん草が、うん、ほうれん草入ってます。はい、あれ入ってんじゃないですか。うんうん。シソ。あー、ちょっと惜しいな。これ正解でいいのかな。赤ジソって書いてある。あー、そうですね。色的な色素とすると赤ジソです、ね、あ、味はシソですか、はい、あ、じゃあいいですか、はい。あー、ちょっとネギ的なもの入ってます。セロリ。セロ、あ、セロリ合ってますね、はい、合ってます、合ってます。パセリ。おー、パセリ合ってますね、はい、おー。え、味わってきました。いや、噛んで。え、これクイズじゃないんですよ、これ。はい、でも、パセリとセロリはしました、うん、あ、しました。はいはいはい。この甘みという、この誘惑を捨てながら野菜をかいくぐっていかなきゃいけないんで、フルーツの奥にいる野菜たちをね、はい。まだあります。まだまだありますよ。あ、あ、ズッキーニ。いや、そんなもん入ってないですね。ヘチマ。入ってないですね。どこに入ってないですか、それ。一回本読んで。あ、じゃあその、はい、ライフライン。そうですね、すいません、うん、僕これと一緒に育ってきたんで、はい、片っ端から言うのやめてもらって。いや、大丈夫です、はい、大丈夫ですか。うんうん。あ、そうピーマン。あ、そのピーマンってほら、色があるじゃないですか。赤ピーマン。あ、当たり当たり当たり。え、アスパラ。はい、そうです、アスパラですよ。今、リンゴ、ブドウ、レモン。はい、もうそれ以外入ってます。似たような感じが。そうなんですよ、割とブドウですよ。え、あれだ、あと2つは巨峰ですね。いや、そういう、なんか品種じゃない。なんていうんですか、あと2つはもう言ってみればブドウってことですか。うん、だと思いますね。ブルーベリー。あ、そう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 。とラズベリー。あ、当たり当たり。すごいな。おお、コンプリートですか。乗せられると。おお。はい、じゃあ最後謝ってください。あまり当てられないで。すいませんでした。